だってさ、みんな、有料老人ホームって、ちょ、今からちょっと真剣な話していい有料老人ホームって、入居するのに、いくらかかるか知ってる頭金。いくらぐらいだと思う頭金いくらぐらいだと思う <laughs> 有料老人ホーム。みんな、安くて2000万だよ。<laughs> 安くて2000万だよ。有料老人ホーム。高いと1億とか余裕であるからね。 だから、おかしいでしょえ、でも未来英語っていうか、それ、住居になるわけだから。本当だよないでしょえ、調べてみ。俺の知り合いのところは1億5千万取るからね。俺の知り合いって、俺の知り合いじゃなくて、俺、お付き合いある、その、老人ホームは、退職金消える。そうだよ。だから、公務員、よくありがちなのが、公務員で、お偉いさんで、退職金5千万とか出て、 退職したら5年でボケて、その金全部老人ホームに突き込むって。めっちゃ悲しいよな一1億とか、え、余裕であるよ。1億とか余裕であるよ、都内だったら。余裕であるよ。余裕であるからね。余裕で。余裕であるよ。本当に。<laughs> あのね、安いところは、なんていうの特養とか。特別養護老人ホームとかだったら、安い。有料老人ホームっていうのは違うよ、また。国がやってるやつじゃないからね。 特養なんてお前ら入れると思うなよ。あんなのは、そのレベルがある程度だ、要はその、要介護度3以上。3、4とか以上。3、4とか。か普通の元気なボケてるだけの老ボケて、最近はでもボケてれば、あ、でもつかねえな。最近厳しくなってるから、島の、より在宅方向になってるから多分、よりどんどん上がっていくと思うよ。マジ平均2000万。だから安くて2000万だよ。だ俺たちがこのまま元気に、病気もせずに、 普通に年取ってって。だからみんな多分結婚もできないじゃん。孤独死するわけじゃん。だから、そうなってくると自分で生活できないんだったら老人ホーム入らなきゃいけないじゃん。最低2000万食めとくだけ入らないんだよ。しかも金なくなったら出なきゃいけないっていう。マジでほんとつまんねえ。<laughs> だから、だからね、みんな、結婚マジでしといた方がいいぞ。ほんとにしといた方がいいよ。マジで悲惨出るからね。刑務所入るしかなくなる、なくなるよ。ほんとに。そう、有料老人ホームだよ。 でも特養とか老健とか入れないよ。言っとくけど。500人待ちとかザラだからね。そんなとこ入らねえよ。じゃあどうすんのどこで暮らすのお金もない。住居もない。どこで暮らすのみんな。<laughs> <laughs> ってなるじゃん。だから結婚はマジしといた方がいいよ。別にブスでもいいじゃん。みんなブスじゃん。<laughs> だって。 もういい、しょうがないじゃん。俺たちはブスと結婚する会作ろうよ。じゃないとやばいって絶対。で、子供作っとかねてさ、そういう時になるの。うん。本当に老人ホームだけやからな。ネットで調べてみ。マジで高いから。国がだからその定めた、最近その介護業界もすごい多分厳しいから、よりね、その、去年の3月か。 去年の3月に、1年ぐらい前に、その、法律が変わって、すごいね、介護の報酬がガーって下げられたの。めっちゃ下がったのね。要は、その、介護施設に払うお金が、国からのお金をガーって減らしてるの、締め出してるの。なんで、なんでそういう風になってるかというと、だそういう、老人たちに金使うのもったいなくねって、気づいたんだよ。本当に。 そんな下がってない5%パー。お前5%パーってとんでもない額だぞ。いや、その地域によって違うのね。その、例えば、その、いろんな、だからその新宿区、なんとか市、渋谷区とか、その場所によって、下げられてるリリ違うんだけど、都内で、ね、23区は下げられてないんだよ、そんなに。ちょっと離れた、ところ、市、だから市、東京都の市とか、ものすごい10%パーとか余裕で下げられてるからね。 1000万2000万収入減るんだよ。1000万2000万。収入減るんだよ。要は潰そうとしてるんだよ。潰そうとしてるの。在宅方向に持っていこうとしてるんだよ。要は家で面倒見るよってことじゃん。厳しいよね。医療業界もそうなってくから。医療業界も、もう、そういう、完全にそういう流れになってる、なってるから、要はいらない病院ちょっとずつ潰してって、医療費の削減を行っていこうと。 いうことですよな。在宅医療が進んでるか進んでねえんじゃなくて多分無理やりじゃない。無理やり。都内なんて年寄りに優しくないし、地方で言うと、バーカお前都内が一番年寄りに、東京がお前、日本で一番年寄りに優しいぞお前地方なんか行ってみろお前畑で死んでても気づかねえぞ畑で死んでても、気づかねえぞ東京は優しいよ本当に。はい、お金かかるけどね。東京は優しいよ 地方は本当に厳しいぜ。今。うちの、だからじゃあ本当にね、これは大きなお世話じゃなくて、俺の視聴者が、やっぱ未来英語、俺の放送を見ていくためには、みんながある程度の暮らししてないとやばいじゃん。で、働いてないやつはとりあえずバイトで見るから働いて、で、彼女いないやつは、彼女は作っといて。マジで。じゃないと、お前ら本当に多分40とかになったらうつで死ぬから絶対。ちょっと周りがじ、30ぐらいからさ、あ、 そういう風になってるんだ、システムがあって。<laughs> なる分かるじゃん、ちょっとずつ。<laughs> で、やべえなって思い始めるね。そうなった時にみんな取り返すからひねくれちゃうから。ただでさ、ひねくれも多いからさ、30になったら多分みんな自殺すると思うのね。あ、俺って生きてる意味ねえじゃん、みたいな感じで。で今のうちからちょっとずつ幸せになる準備しといた方がいいよ。これ嘘じゃねえからな。彼女なんかできるから、じゃあ作っといた方がいいよ。で、適当なブスでもいいから、子供だけ産ましといて、うなちゃんまだつよ。ああ女だけいれば子供育てっから、育つから、みたいな。言ってたから。 で、ずっとみんなニコ生を見てればいい <coughs>。よろしくお願いします。